短かったから前髪は別に雨でぺしゃんこになったところで宿毛もかけたばっかだったし、もともとぺったんこだったので前髪は結構無事だったけど、固めてたから下の巻きが完全に取れちゃって、ボサボサになっちゃった。いや雨が大変でしたね昨日まで東京にいたんですよ。昨日ゲーム部の配信で東京に行ってて、で昨日はお昼ぐらいに新潟をね出たんですね。でその時はなんか東京の降水確率ちゃんと調べたの、新潟出る時に。したら 40% だったのね。そう 40% だったから、まあ傘いらないかと思って来たわけ。したら昨日さ、明日の天気どうかなって思って調べたら降水確率なんだっけ 50% とかになって、 50% か 70% とかになってて、 50% だったかな。でいや 50% 半々だったらもう降らないにかけるしかないと傘持ってきてないからそうって思ったんですね。でもなんか今日朝起きたら、バースデーメールありがとう、お誕生日だったのかな、おめでとうございます、素敵な一年にしてください。そう朝起きたら窓なんか、私がさ昨日泊まってたホテルがさ、めっちゃあの隣の建物とめっちゃ隣で、あの窓は窓の外から何も見えなかったの隣のビルの壁しか見えなくて、なんか窓から見ても何にも見えなかったんだけど、暗いことは分かったの、薄暗かった。え昼だよねもうみたいな、昼間もう10時くらいだったのに、どう考えても部屋が暗くって、部屋がっていうか窓の外が暗くて、あーこれはやばいなーって思って、そうで傘も持ってきてないし、いや、やばいかなーって思って、まあしょうがない、雨降ってたら傘買うかみたいな気持ちだったわけ。したら、ね、ホテル出たらなんか今日はもう事前にチケットもらってて、別に自分たちの好きな時間で帰ってきていいよみたいな感じだったんですよ。であのちょっとさ最寄りの駅から遠かったのね。そうなんか自分たち各自で帰っていいですよみたいな感じだったから、もう自分たちでなんか駅から帰ってくださいみたいな感じだったの。でもちょっと最寄りの駅が遠くて、なんか歩いて10分ぐらいだったんですよ。でこれはもし外が雨降ってたら、これは10分ぐらい歩いて行かなきゃいけないかみたいな感じだったのね。まあでもまあ傘もどうせ買わなきゃいけないしと思って、部屋を出たらマネージャーさんと鉢合わせてなんか本当に自分たちで自分なんか好きな時間に帰っていいよみたいな感じだったから、あのだったのに、なんかマネージャーさんも全く同じ時間だから集合時間とかないのよ、なかったんだけど、なんかマネージャーさんも全く同じタイミングで部屋を出ててエレベーター乗ろうと思ってエレベーターのとこ行ったらマネージャーさんが立っててあれ今日集合とかないですよねみたいなめっちゃびっくりした。だっていつでも帰っていいんだよ、いつチェックアウトしていつ帰ってもいいのに。そうえしかもチェックアウトの30分前とか40分前とか全然チェックアウトの時間ギリギリとかでもないのに、すんねたまたますぎない？だって何時に出てもいいんだよ、チェックアウトギリギリでも。なのに別にギリギリでもないこんな中途半端な時間に寄ってるから出たらマネージャーさんと会うって面白すぎないそれでなんか出たらエレベーターのとこにマネージャーさんがいたから、そうしたらなんか外めっちゃ雨降ってるらしいですよってマネージャーさんに言われて、はあ傘持ってこなかったんですって言ったら、え駅までタクシー乗りますかって言われて、マネージャーさんがタクシーを呼んでくれました。だから駅までタクシーで行けた。でもそのタクシーに乗るまでも
そのなんかホテル出た瞬間、もうその時間が一番雨がやばくて、もうタクシーに乗り込むまでのもうなんか数メートルでさえもこれは傘がないと無理だってなって、結局コンビニで傘は買ったんですけど、そう結局コンビニで傘は買ったけど、でもあのすごい豪雨の中10分ぐらい歩かなくてもよかった駅まで。そう、買ったは買ったけど雨の中歩くことを考えたらタクシー呼んでもらえたからラッキーと思って駅まで行って、そうで、まあでも私はそこで帰らないんだけど駅まで、そう今日は予定があったから、あすいませんじゃあここでみたいな最低駅まで乗るだけ乗っといてそっからは一緒には帰らないってあ、ありがとうございました、私はちょっとこちらで買い物して帰るので完全に送ってもらうだけ送ってもらって最初だけなんか本当にねよかった、たまたまマネージャーさんに会えてとそれで下ろしてもらって、でも今日はその傘も持ってなかったし、あの上着も着てなかったのよ、これ現地で買った現地で買ったカーディガンそう、それであのお別れしてマネージャーさんとはそこで、そうで、いやでも今日この後予定あるけど一日半袖で過ごすのは厳しいよなって思って、なんか予定の時間まで15分ぐらいあったから、15分10分ぐらいあったから、よし上着を買おうって思ってとりあえず歩いて行って、もうさ建物の中だったから余裕って思って歩いてっていい感じの可愛いお店を見つけて、なんかあこれいいかなって思って、なんかお店の人が羽織ってみますかって言ったから、はいって今日のお洋服にもすっごいお似合いです、じゃあこれにします、今から着たいので言って即決お店の人にその場でもう札とかも全部切ってもらって、お店の方に着せてもらって行ったそう、駅の中にさもうお店があったからさ、そこでなんか前から可愛いなと思ってたけど、そこのお店では買ったことなかった。でももともとなんかカーディガン買わなきゃなって思ってたし、でもなんかどれがいいか分かんなくてずっと買えなかったのね。でも今日はもうこの店で買うしかないって思ったから、もうそのお店で即決で買いました。多分もっとさ他のお店とか見たらさもっとときめくのあったかもしんないけどさ、でもまあ今日はもうここで買うしかないって、まあどうせあとあとそうカーディガン元から買おうって思ってたから、いつかもう今日しかないみたいな、そうって思って買いました。これねいくらだったかな、6000円ぐらいだった即決で決めて6000円、でも値段見てなかった、うーんこれでいいやめちゃくちゃ適当、適当だけどでも別に後悔する買い物ではなかった。そういつもはもう優柔不断すぎて、なんなら今日までカーディガンを一着も持ってなかったのはなんか欲しいなとは思ってたけど、ずっとなんか買えなかったから、そう欲しいなと思ってたけどなんか優柔不断で決めきれなくて、わこれ可愛いけどでもなんか他のお店にもっと可愛いのがあるかもしれないと思ってずっと買ってこなかった。でも今日はもうこの店しかない、もうだってあの約束まであと10分ぐらいしかないしと思って、そう買う決心つきました。カイリー今日会ってないよ
今日帰りの行動知らないよ私。そうだからもうこれしかないって思って買いました。だからお店の人にさちょっとさこう札とか全部切ってもらってさその場で着ていくのちょっと恥ずかしいけどさちょっと恥ずかしいけど、でもなんかちゃんともう説明したの、なんか今日上着とか何も持ってこなくってみたいな、上着とか何も持ってこなかったから 今羽織れるものが欲しくてって言ったから大丈夫だった。ちょっと恥ずかしかったけどちゃんと言ったから、まあ、そういうことならってなるじゃないですか。しかもちゃんと新潟から来たも言った、なんかすごいでめっちゃにでっかい荷物持ってたから、そうあれなんかこれからお出かけですかみたいに言われて、あちょっとこれから約束があって、こっちにいる人に会うのでって言ったら、あれ地方から来たの、なんか最初今から新幹線でお出かけする人だと思われてたの。そうなんだけどなんかあこれからちょっと用事があってみたいな、こっちにいる人に会いに来ててって言ったら、あれ地方から来たんですかって言われて、あ新潟からお仕事出ちゃったってあそれなら確かに気温差めっちゃありますよねみたいな言われて、そうなんです、だから恥ずかしくなかった、恥ずかしかったけどその場で着ていきますみたいな、恥ずかしかったけどでも全然ちゃんともう全て理由話したから大丈夫でした、はい、都会の人に見えた、都会の女に見えたかな都会の人が今から新幹線乗ってどっか行くと思えたから、バリバリ新潟の人でした。はい。そうだ、これさ、今日さ、めっちゃ結構薄いのよ。めっちゃ薄いよね。だからカーディガン買った。新潟でも寒そう。でもこの前は新潟でこれ1枚で入れたのよ、先週これでお出かけしてたの一人で。でもあでもこれにデニムジャケット羽織ってたか、それは確かに羽織ってた、新潟でも羽織ってた。でもこれめっちゃ買ってよかったって思った今日。そうでもその後すぐ雨やんだんだよね今日、傘差してたのほんと一瞬だけだった。だから傘買ったのちょっとあれだったかなって思ったけど、でも傘なかったら絶対無理だったなって思ったからまあまあまあでもいい買い物をしました。即決だったけど、いつもは優柔不断全然買えないけど、たまには即決もねいいなって思っていやわかる、傘、いやそうなんだよね、傘買ったらさやむことあるあるだよね。でもあの時傘買わないと無理だったじゃんってなるなって自分の心を落ち着かせるうーわこれ傘買った意味ほんとなかったとかって思うけど雨止んでってなるけど、でも私は傘が必要だったから買ったんでしょって思って心を落ち着かせるだから今日はもうホテルを出て早々に傘とカーディガンを買ってまだどこにも出かけてないのにコンビニで傘を買い、なんか駅の中のお店でカーディガンを買い、早々にねもうお金を使ったわけなんですけど、そうで、そう今日は待ち合わせをしてね、そうカフェ巡りをしてきましたそう今日はある方と待ち合わせをしてね会ってきたんですそうなだいたい3000、うん、カーディガン6000円だったカーディガン6000円の傘700円だったふん
いや駅の中にさ300円ショップあってさ、駅の中まで我慢しようかなって思ったの。駅の中で300円ショップで傘買おうかなって思ったんだけど、そのもうホテルからタクシーに乗るまでの数メートルで、あ、これは貸さないと無理って思って700円貸さかった。わかる、傘高いよね。わかる、高って思った。でもでかかった、なんか70センチ、なんかめっちゃでかかったんだけど、でかい傘買っちゃった。わかる、コンビニの傘高い。ファミマの550円の傘、え、私ファミマで700円の傘買ったんだけど、あれもっと安い傘あったかな。なんかでかいの買っちゃったのかもしれない。私ファミマで買ったんだけど、え、わかる、70でかいよ、でかかった。あれかな、持ち手が黒いやつの方かな、白いの買っちゃった。一緒にいたマネージャーさんがそっち買ってたから、こっちをそっちでやった。買っちゃった、高かったけど、まあないと無理だったからしょうがない。ね、そう、それでその後待ち合わせしてカフェ行く途中も、なんか本当はそっから歩いて10分ぐらいだったんだけど、いやもう無理、この雨は歩けないと思ってタクシー掴んだ。そう、でもその後はもうずっと雨止んでて、雨が一番ひどかった時はタクシー乗ってたし、その後はもうずっと雨止んでたから、確かに傘いらないといえばいらなかったかもしれないけど、でもなかったら困ってただろうなって。まあしょうがない。あ、そう、こっちのタクシーは自腹。そうそうそう、マネージャーさんとの時はマネージャーさん持ちだけど。そうだけど次のは自腹。多分傘買うよりタクシー乗った方が安かったよ。その行こうと思ってたカフェが駅からすぐで、本当歩いて10分ぐらいだったんだけど、まあ雨すごすぎてタクシー乗ってた。でもタクシー600いくらとかだった、本当一駅分ぐらいだったから傘買うより安かったけど、まあ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 。でもしかもそのタクシー私払ってない。払ってもらってしまった。払ってもらってしまった。今日はね、なんか引っ張ってもしょうがないかもしれない。今日ね、愛ちゃんと会ってたんですよ。そう、今日はね、そうなの、なんかもともと、なんかそう、もともと愛ちゃんとずっと連絡取ってて、全然もう卒業してから連絡取ってて、でなんかめっちゃ会って話したいねみたいな話をしてて、そうしたらなんか、え、めっちゃ会って話したいねっていう話をしてて、なんか、え、こっち来る日ないのみたいになって、で、あ、来週行きますみたいな。来週ゲーム部の配信やっていくんですよねみたいな。そうで、多分そのゲーム部の次の日休みだから、多分チケット勝手にもらって、なんか好きな時間に帰っていいよみたいな感じな気がしますって。そうで、まあでもわかんない、急に予定入ったりとかするからわかんないけど、21だったら多分休みだと思います。じゃあ21仮で押さえとこうみたいになって、で無事に今日お互い休みだったから会ってきました。そうなの、なんかでも全然久しぶり感なかった。あ、そう、2人でね、そうカフェ巡りしてきました。カフェ巡りしてお買い物してました。そうなの、
なんかさ、でもまだ卒業公演からさ1ヶ月経ってないんだよね。そう、卒業してからまだ20日ぐらいしか経ってないんですけど、そうそうそう、だからか全然久しぶり感もなくて、あんまりなんかさ、こうユニット公演とかも一緒にやってるわけじゃないからさ、今メンバーで集まる機会ってあんまないじゃないですか。だから普通になんかメンバーでも卒業してなくてもなんかあれ1ヶ月ぶりみたいな時たまにあるんですよ。一緒に公演とかしてないと。そうだからむしろ20日くらいなんて卒業してなくても会ってないみたいな全然あるからそうだからなんか卒業したっていう感覚がまだ全然なくって、そうなんです、うん、久しぶりといえば久しぶりだけどまだ1ヶ月も経ってないし、そうで、これ全然何も変わってないよそう、愛ちゃんと一緒にご飯に行ってきて、うちもずっと喋ってた。そう、あとなんかその私の友達で、あの愛ちゃん推しのね友達がいるんですけど、そう、そう、それでなんかその友達が愛ちゃんの卒業前になんかお洋服をプレゼントで送ってたらしいんですよ。そしたら今日愛ちゃんがその服を着てきて、私の友達からもらったやつ、そう、え、今日のねこの服ね、まるまるちゃんからもらったやつなんだって言ってきて、私の友達なんですけど、そう、うん、そっから優しすぎるじゃん別に私があげたわけではないよ、私の友達があげたやつなんだけど、そう、私と会うから私の友達の服をそうプレゼントでもらったやつ着てきた、めっちゃ可愛いのこれ言ってて、そう、え、そう、写真撮って送ってよ友達に、今日なんかそもそも友達とも連絡ちょうど取ってて、でもしかしたら明日愛ちゃんと会うかもしんないんだみたいな連絡をしてたところだったから、そう、一緒に写真撮って見て、愛ちゃんがプレゼントした服着てたよみたいな写真を送りましたそう、それでなんかその友達がゴールデンウィークかな、なんか旅行に行ってたみたいで、なんか今度旅行のお土産みゆちゃんに買ってきたから渡すねって連絡もらってたのね。そう、でも私別に旅行とか行ってないから、そう、あ、どうしようかなって思ってて、せっかくだからちょっと愛ちゃんと一緒に友達のプレゼント選ぼうと思ってそう、なんか今度お土産くれるって言ってたから私もなんかあげなきゃなと思ってて、そう、だから愛ちゃんに一緒にプレゼント選びませんかって言って一緒にプレゼント選んでもらった。そう、まだ友達と会う予定作ってないんだけど、いつ会えるか分かんないけど、そう、一緒にプレゼント選んできましたそう、だからなんかお昼食べてお買い物してプレゼント選んでカフェ行って、カフェ2時間ぐらいいたかもしれない2時間3時間ぐらいずっと喋ってたかもしれない、ずっと喋ってから、めちゃめちゃ愛ちゃん優しすぎる本当そう、しかもなんかもうお店選びとかも全部愛ちゃんに任せちゃったんですけど、全部全部美味しい可愛いお店連れててくれたそう、しかも写真撮るのめっちゃうまいのめっちゃうまいの写真撮るの。そう、なんか愛ちゃんはもう卒業して自分の写真あげることなくなって、なんかもう自撮りとか全然しなくなったって言って、まあ確かにアイドル卒業して今までメールとか SNS にあげるために自撮りしてたわけだから、それがなくなったら自撮り全然しなくなったって言ってて、そう、私の写真はいっぱい撮ってくれた。めっちゃ上手なの写真撮るの。そう、楽しかったです、会えた会えた
からさ、あんまりさ、多分なかなか行く機会はないけどさ、でもなんか私卒業生と会うの初めてなんですよ。まあ今まで多分卒業していったメンバーの中ですごい仲良しだったっていう人があんまりいなかったのかもしれないけどなんか卒業したメンバー初めて会う。でも愛ちゃん全然卒業したって感じなかったし、なんかこれからも全然会えそうな感じ、いつでも連絡取っていつでも会えそうな感じだから、なんか全然寂しい別れ感全然なかった。なんか嬉しい、本当になんかいつでも会えるなみたいな感覚なのがすごい嬉しい。そう、分かる、すぐ会えそうだし、なんかさ、こう最近卒業公演が多すぎてさ、なんか寂しいんですけど卒業公演でも、なんかそうやってあの卒業したメンバーが卒業公演見に来てくれたりするじゃないですか。次愛太郎さんの卒業公演とか多分愛ちゃん来てくれるんじゃないかなって思うから、また来月ぐらいに会えそうだなって思ったら全然寂しさなかったなんかすぐ会えそうだなって感じ、嬉しい。まあまたね、お仕事その東京であればすぐ声かけようって思うし、今まではなんかおばが東京に住んでたね、私のおばが東京に住んでて、なんか握手会とか東京で会った時とか終わった後一緒に遊んでもらってたんですけど、おばが新潟にね、そう帰ってきて、そう東京で遊ぶ人が高校の時の友達しかいなくなっちゃってそう、でも愛ちゃんとはまたすぐ会えそうな気がするな。フォローしました、ありがとうございます。嬉しい、初訪問の初コメントでフォローしてくれてありがとうございます。嬉しい、そうなんです、楽しかった、めっちゃあ、そっか、30日ロッ、あ、確かにそうだったね、忘れてた。じゃあそうだよね、29アルバム発売だしね。そう、あやたらさんの卒業はいつだろうねって話してたのよ。確かに、そしたら29でも30でもないかもね。いつだろう、まだ何も分かんないけど、月末。確かになんかね、愛ちゃんとね、29アルバム発売だから30かなって言ってたんだ。でも30でもなさそう、どうなんだろう、何もわかんないけど、まあでも会えるんじゃないかなって。もう楽しかった、めっちゃなんか先輩だけど、なんかめっちゃもう友達みたい嬉しい。でもなんかそんな関係になれる先輩がいることがすごい嬉しい。めっちゃ楽しかったです。そうそう、それでなんかランチして買い物してカフェ行って、で最後なんか300円ショップ寄ったのそう、さっきその愛ちゃんに会う前に傘買おうと思ってたけど、結局コンビニで傘買っちゃったから300円ショップ用事なくて行かなかったんだけど、愛ちゃんと一緒に300円ショップに行ったのね新潟ないじゃん、スリーコインズスリーコインズあって、スリーコインズ覗いたのよ。したらめちゃくちゃ画期的なものを見つけて、あの iPad の充電器見つけたの
昨日の話覚えてますか？昨日私あの iPad 持ってきたんだけど、東京に持ってったんだけど、あの本当は新幹線の中でなんか映画とか見ようと思って、だけど昨日は行く時に帰りが隣にいたから、なんか iPad でなんか大画面で見るのちょっと恥ずかしくて使わなかったのね。結局新幹線とか携帯でなんかドラマとか見てたので、だから iPad でもせっかく持ってきたのに使わないのめっちゃ重たいだけじゃんって思って、昨日はホテルからショールームするとき iPad 使ったのね。でも iPad は持ってきたんだけど充電器持ってきてなかったの。だからあのショールームしてたらどんどん充電が減っちゃったのね。で最後なんか30何パーセントみたいになっちゃって、あこれはあの明日は多分帰りとは全然別行動だから、まあ一人で iPad でなんかドラマとか映画とか見て帰れるけど、その前に充電が尽きるなって思ってたの。でもそしたら3COINS でね iPad の充電器を見つけたの。しかも素晴らしいのが、あの口が2つになってて、2つになっててとか、なんか2種類ついてて、携帯の充電器にもできるやつがいたのね。 iPad とさ iPhone ってさ口違うのよ、充電器の口が。そうなんだけど、なんか一体化するっていうか2パターンにできるやつが 3COINS に売ってたの、ちゃんと300円で。そう、あそうケーブル充電器のあの口がさ、これ iPhone の充電器なんだけど、なんかここがカポって外れてこれ iPad の充電器のこの口なんかこの上にこうやってこれがくっつけられるみたいなやつがあったの、300円ショップに。これこれこれと思って私これを今ここで買えば帰りの新幹線で使えると思って、300円ショップめっちゃ行列だったんだけど、めっちゃ行列だったけど、その充電器を買うためだけに行列に並んで、レジで 10分はさすがに持った。でも5分は絶対並んでた。でも10分近く並んでた。そう10分ぐらいその間愛ちゃんはあのちょっと待っててくれた。あ私じゃあこっち見てるねって言って別のお店見てもらってて、そう、その間10分ぐらい先輩を待たせて先輩を待たせて300円ショップで、セルフじゃないよ、ちゃんとレジの店員さんいるよ、4人ぐらいいたけどめっちゃ行列だった。レジで10分も並ぶことあります？300円ショップのので先輩をね待たせている間にね、私はこの充電器1個330円を買うためだけにレジにめっちゃ並んで充電器を無事に買うことができて、そのおかげで私は帰りの新幹線 iPad を使えました。めっちゃ混んでた、混んでたけど、でもそれのおかげで今度からはいつも私 iPad の充電器持ち歩かないのよ。なんか2泊以降だったら持ち歩くんだけど何のルール1泊の時は別に iPad 充電満タンであれば普通に持つから、機械の新幹線の中とまあショールームで使っても満タンであれば持つから、一泊の時は充電器持っていかなかったの。でも今回一泊だからって充電器持っていかなかったら、あの iPad の充電がそもそも半分ぐらいしかなかったがゆえにちょっと限界を迎えそうだったのね。でも今度からはあのちゃんと1本で携帯の充電器にも iPad の充電器にもなるから、これでもうちは心配ない。そうそう新幹線に電源あるからさ、そうだから300円ショップであの買って線を新幹線ついてそこさ充電できました、 iPad 無事に。そうだから携帯と iPad 同時に充電はできないんだけど、いや300円でそれは求めてない私
いい、そこまでしなくていい。ちゃんとどっちか充電したいってなった時はどっちか犠牲にするから。なんかさ、充電の口2つついてるやつとかあるじゃん。でもそしたら300円では手に入らないじゃん。大丈夫だったらどちらかを犠牲にするって思う。ただケーブルを1本だけ持ち歩けばいい方が私は楽だと思って。そう、だから素晴らしいものを300円で買うことができたと思う。そう、よかったです。だから無事に帰りも iPad 使えた。すごいいい買い物できた。これで私はもう線をいつも1個しか持ち歩かない。新潟に3COINS 欲しい。3COINS もどきがいっぱいいる。3COINS 欲しい。そう、300円ショップはあんのよ。でも3COINS じゃないの、新潟にあるの。そう、3COINS 欲しい。300円ショップはあるけど。そうなん、うん、だからよかったです、変えて。ダイソーの中に300円均一できてた。それは知らない。そうなんだ。私はあれしか知らない、ラブラの2階ラブラの2階とイオン南の3階。しか知らない。スリーコインズめっちゃおしゃれだったね。すごい田舎な人みたい。スリーコインズおしゃれだよ。もっとおしゃれなのいっぱいあるでしょ。スリーコインズはおしゃれだったよ。でも最近その東京にお仕事に行くことはあるんですけど、全然お買い物みたいなのずっとしてなかったから、それは本当だから久しぶりに買い物をしました。本当はね、お洋服とかも買えたらよかったんだけど、お洋服も欲しかったんだけどさ、持ち帰ることを考えたらちょっとめんどくさくなっちゃった。あのね、みんながびっくりするぐらい重たい荷物を持ってたの。なんか一泊だともうキャリー使ってないのね。なんかトートバッグに入れてってるんだけど、デカめのトートバッグに。でもそのデカめのトートバッグが何でも入るがゆえに何でも入れてっちゃうのよ。そう、荷物減ったんだけど、何が重たいか分かんないけど、なんだかめっちゃ重くって、肩が外れそうなぐらい重たい荷物をでもずっと肩にかけて今日過ごしてたの。買い物してる時とかもなんかロッカー入れようと思ったけどさ、なんか丸一日いるわけじゃないからさ、ロッカー入れんのもなと思って持ち歩いてたんだけど、尋常じゃないぐらい重たいの本当は。なんかそれを持ってて、あ、もうこれ服買う気力ないって思って買わなかった。え、本当に愛ちゃんに一瞬これ持ってみていいって言われて、あ、どうぞどうぞって言ったら、持ち上がらないんだけどって言われた。持ち上がらないぐらいの荷物持ってました。え、結構ガチで重たいけど、何が重たいのか分かんないの。あの、総重量としてはめっちゃ重たいんだけど、何が重たいか全然分かんなくて、ちょっと中身発表するね。昨日の服、薄めのパジャマ、下着類、なんかお泊まりグッズみたいな。お泊まりグッズはなんかクシとか
ボディクリームとか、何が入ってるの、コンタクトの洗浄液とか、なんか入れてる手紙のポーチと、あとなんかその旅行用とかの、最近全然使ってないの、化粧水とかも、なんか全部おまけでもらうようなちっちゃい、あの1回分みたいなやつを、基本クレンジングとか化粧水とかは持ち歩いてて、そう、試供品のやつを、なんだけど、なんかそういう試供品でもらうやつって下地とかファンデーションばっかり増えていって、なんか私は本当は化粧水とか乳液とかクレンジングが欲しいのに、なんかもらうの毎回下地とファンデーションでなんか下地とファンデーションばっかり溜まっていくのね。でなんか化粧水は今回持っていく分はあったんだけど、もう乳液のそういう試供品が私のうちにはもうなくて、そう、でも乳液って朝と夜使うから、なんかもういっかって思って家で使ってる。でもそれもこれぐらいの大きさなんだけど、普段から家で使ってるやつこれぐらいの大きさなんだけど、それとなんか化粧水の前に使うやつと保湿クリームと、あとまつげ美容液はいつも家で使ってるやつを、そう、丸々1本ジップロックに入れて持ってったの。それが重いのかな。あとメイクポーチで、メイクポーチもいつものピンクのバニティは重たすぎる、でかすぎてカバンの中にめっちゃスペース取るから、必要なものだけを巾着に入れて、あのメイクポーチパンパンなんだけど巾着に入れてメイクポーチ入れて、あとブラシ系、そのメイクの時に使うブラシのケースと、あと iPad となんか充電器類とか入れたポーチとあとはそれぐらいかな。あとヘアアイロンかなを入れてたの。しちゃなんか重くなっちゃった。何が重たいと思いますか。もう重そう、すでに。ボトル系のね、そう、化粧水とか、そのあコットンに染み込ませてちっちゃいジプロ、頭いい、確かに。でもなんかいつもボトルごと持ってっちゃう。結構重たかったな。何が重たかったのか分かんないけど、スキンケア用品がやっぱ重たいのかな、家から持ってきた分が重たかったのかな。服とかめっちゃ軽いの持って、そのおかげで私上から着るのも何も持ってかなかったはず、傘も何も持ってかなかったはずなのに。そう、ヘアアイロンはでもリファのだから全然重くない、ヘアアイロンは軽めなんだけど、そう、なんか気づいたら重くなってて、愛ちゃんが持っても持ち上がらないよって言われるぐらいのものを、もうなんか気合で右肩にかけてた。なんかさ、キャリーはさ、キャリーさ、いやあるんだけど、なんか2サイズあって、まあ、1泊から2泊用のキャリーと、なんか両方がバッて入る、まあ、ちょっと大きめのキャリーと2台あって、でも一泊でキャリー持ってくのちょっともうめんどくさいって思ってきちゃった。そう、引くの大変だな。ただ引くの、引くも、引く大変さを持つか、もう肩にものすごい重量をかけるか、なんか二極端ね。すごい、もうなんか正直その荷物持ってくならキャリーの方が楽じゃないぐらいの重さではあるんだけど、でも一泊ごときでキャリー持ってくのみたいにもなっちゃって、そう、しかもなんかさ、
利き腕とかってあるじゃないですか、右手左手みたいな。私は左利きなんだけど、てか左利きだからかな、右肩がいいのね。なんか荷物かけたりとかするとき、なんか今日一日中右肩にずっとトートバッグ、あれ何キロあるんだろう本当に分かんないけど、右肩にずっとかけて、なんか左肩にかけるのちょっと気持ち悪いみたいな。なんか私携帯さ、この紐のタイプ使ってるのね。でも携帯はいつもこうやってかけるから左肩なんだけど、携帯はでもそのトートバッグはずっとこっちに持ってた、ずっと右肩に持ってた、右だけがずっと重いみたいな。あとねついてないと思う、大丈夫。いやだからリュックいいよね。いやわかる、なんか中学生高校生の時はさリュック使ってたんだけど、普通に学校行く時、最近リュックいいかもって思いました。でもさ普通の大きさのリュックじゃ多分入らない、私の泊まりの荷物でも。そうなるとすごい登山用リュックみたいな。でもさ登山用のリュック持っていくんだったらもうキャリー詰めるわもうなんかそこは潔くキャリーにするわってなっちゃうから、多分普通のリュックじゃ私は入らないんだよね。そうって思ったら結局トートバッグが一番いい。なんかね春ヒロインのねトートバッグなんだけど、めっちゃでかいのよ春ヒロインの。もうめっちゃ古いね、多分ファンの方からもらったんですけど、なんかさ顔一本の線で顔が描いてある、男の子と女の子の顔が描いてあるトートバッグがあって、それがねめっちゃでかくて、それはもう本当に一泊の泊まり用にのトートバッグにして、でかくて、あそう線画のやつ、あ一筆書き、私今なんて言った、一本の線って言ったそう一筆書きのトートバッグ、それをずっと泊まり用に使ってる。そう、もうだからどんなに肩が重たくなっても多分私はリュックじゃ無理だから、そのトートバッグで頑張る2泊になればもう潔くキャリーで行くんですけどね。そう、でもその重たいのを持ってたらね服買えなかった、見るだけで。てかでかくてさお店の中入るのも申し訳ないみたいでもそれキャリーだって考えたらもっとなんか申し訳なくない、だったらまだトートバッグの方がってなるじゃない。でもでかいのよでもでかいからなんかお洋服屋さんの通路とか通るとき、あすいませんすいません、なんかご飯食べに行ったさカフェとかもさ、なんか席と席のさ通路めっちゃ細かったりするんですよぶつかんないように持たなきゃみたいな。でもそれキャリーだって考えたときに、キャリーをさお洋服屋さんの店内の中で引くのってめっちゃなんか申し訳ないし、いかにも遠くから来ましたみたいな、だったらさなんかロッカーに入れちゃうじゃない。そう、でもそのロッカーに入れることを考えたらトートバッグも確かにロッカーに入れたいぐらいの重さなんだけど、でもまだ逆にトートバッグだからこそ、いやロッカー入れんのって渋るそう、だからまあいいか。あと買ったものポンってここに入れられるガバガバだからトートバッグここにポイって乗せれるからトートバッグで頑張ってたけど、だから服はまあでもさやっぱそのお店で見るのとさネットで見るのと全然違ったりするじゃないですか。そうだから今日はお店さささって見るだけだったけど、でも今まで別にネットで見ててときめかなかったものがこう直接見て可愛いって思っ
ったのとかあったから、まあ、それをまたネットで買うみたいな。今日はもう買う気力がなかった服は。けどちゃんとなんか 見れたから可愛いのはなんか気が向いたら買おうかなって思いました。でね、思ったんだけどね、私ねめちゃくちゃね趣味が一緒、愛ちゃんと服の趣味が。だから実際服かぶったことあるんですよ。服かぶったことあって、それでワンピース、色違いのワンピースだった時があったんですけど、それだけじゃなくって、私が買おうかなって思ってた服を愛ちゃんが着てたりとかあったのね、今までずっと。で今日とかも一緒にお店見てて、服とか見てて、これかわいいっていうのがめっちゃ一緒なの私がかわいいって思ったやつ、愛ちゃんもかわいいって言ってたりとか、色違いで、しかもそう、なんかめちゃくちゃね多分趣味一緒なの。あとなんか服に求めるデザインのなんか基準も一緒だった。なんかワンピースいいですよねって話になって、そう、なんかコーディネート考えなくていいじゃないですか、ワンピースって1枚着るだけでさ服完成するからさ、もう全着ワンピースでいいぐらいワンピースめっちゃいいよねみたいな話をしててうん、同じ考え方なのよ。考えのめんどくさい、上下ワンピース1枚で着れるからワンピースめっちゃ好きで、でもワンピースもいろんな形あるじゃないですか。そう、なんかダボってしてるワンピースとかいろいろあるじゃない。でもなんか私はウエストキュッて締まってるワンピースがいいのね。でも愛ちゃんも一緒で、そう、あのこうさ A ラインのワンピースとかあるじゃん、このフレアの胸元からこういうタイプのワンピース。でもウエストに切り替えとかあの絞りがないと無理で、私はめっちゃなんかスタイル悪く見えるのね。かといってなんかタイトスカートみたいなピタッてしたのも嫌で、なんかお尻のラインとか腰とかのラインが見えるのは嫌なの。だからなんかその腰位置よりもちょい上ぐらいからこうフレアになってるやつとかで、だけどウエストはちゃんとこうキュッてなるやつとかがめっちゃ好きなのね。そう、腰、これ今日のワンピースめっちゃ理想系、待ってこれグレイルなんだけどさ、これめっちゃここ細く見えない今服が詰まってた、ここめっちゃ細く見えない。でもここでさキュッてなってるからさ、なんか胸と腰ではないか、胸の下のさところからめっちゃ細く見えんの。これグレイル、なんか後ろでめっちゃ絞ってんの、これコルセットみたいな後ろでめっちゃ絞ってんだけど、そう、もう ここがないと無理なのよ。じゃこのもうさ、こっからこういうタイプあるじゃん、何にも切り返しがないみたいな、ああいうのめっちゃ苦手で、絞りがないと、絞りとかここになんかウエストマークみたいなのがないと嫌で、そう、あとノースリーブめっちゃ嫌腕出るのめっちゃ苦手、そう、これはノースリーブではない、これは許せる。でもできたらパフスリーブがいい、ここは。それか、まあ、ノースリーブだけどここフリルがついてて、ノースリーブなんだけど外から見たら半袖に見えるとかがいい。で首元はあんま詰まってるのよりもここが空いてる方が好き、こうちょっと鎖骨が出るぐらいの方が、詰まってるとさ首、私短いの、なんかわかんないけど、スモアの衣装めっちゃ可愛いんだけどさ、なんかワイシャツがさ、ワイシャツの形が私ちょっと苦手でさ、首元いっつも詰まってんだよね。可愛いんだけどね、だけどそれよりかはここが空いてる方が好きなの。そう、それかなんか丸首でもこうなんかここまでないっていうか、これぐらいの緩めなカーブ緩めのカーブを描いた首元がよくて、タートルネックとか絶対無理。なんか去年の冬はハマってたけど、タ
ハードルネックもめっちゃ苦手で首詰まっちゃうから苦手なのね。それも全部一緒で愛ちゃんとそう、首元詰まってるのは苦手で、肩がパフスリーブでウエストマークがあってみたいな。私骨格めっちゃザ・ナチュラル、鬼ナチュラル、もう私ナチュラル以外の選択肢がないぐらいナチュラル誰がどう見ても 100% ナチュラルなんですけど、そうでの服がいいのね。あと最近はもうあのミニスカートとかが履けなくなった。フォローしましてありがとうございます。なんかずっとロングスカートとかなんか ミディ丈みたいな、なんていうの、ふくらはぎぐらいの丈とかのスカートが好きなの。そうとかなんかもう全部一緒で、その多分その服の柄とか色とかもそうなんだけど、服に求めるタイプの形みたいなのがもうなんかすごい一緒だった、びっくりするぐらいそりゃ同じ服欲しくなるわみたいなそう、そう私めっちゃナチュラルだよ。なんかでもその骨格に合う服は知らないけどナチュラルに合う服は知らんが、でも自分が着るってなった時は結構それは絶対ウエストマークと首元と肩、二度腕が出ないやつは絶対選ぶ。そうで選んでてめっちゃ一緒だった。ミニスカートだと目立ちすぎる、わかる、なんかね、わかるよ言いたいこと。最近はロング、なんかロングの方がむしろ足長く見えることに気づいた。綺麗に見えるんだよ、なんか短いのはなんかバランス悪くなる、なんか足ってなっちゃって、私の場合あんまり短いのだと逆にバランス悪くなっちゃって、足のインパクト強すぎちゃうんだよなんかちょうどいい丈の方が足長く見えるし、足の一番細いところだけが見えるからちょうどいい丈だと、この足首からふくらはぎの真ん中ぐらい、足の一番細いとこだけが見えるから、なんかその丈が一番足が綺麗に見えるんですよ。だから最近はもうロング丈ばっかりなんだけど、短いと足ーってなっちゃう。そういやそうなの、スモアの石は可愛いんだけどさ、どのユニットよりも可愛い自信あるよ。いやちょっといや、うん、あるんだけど、あのスカートの丈とかもさ、もうアイドルに履いててほしい丈じゃん、一番履いててほしい丈だけど、なんか私足の印象強くなりすぎちゃうし、なんかシャツもなんか可愛いんだけど丸襟のシャツでめっちゃ可愛いんだけど、なんか私首元詰まっちゃうんだよね、漏れないんだよね写真が全然そうなんか好きなんだけど、なんか私多分骨格なのか分かんないけどあんま合わないんだよね。そうめっちゃ好きだけどね。そうだからなんか生写真とかもさ、結構私服っぽい服が多いじゃないですか。生写真の衣装とかも基本は衣装さんがその人に合わせてこうなんか選んでくれるんですけど、なんかたまにどっちがいいみたいな2着ぐらい示してくれる時があって、その時は絶対もう今の基準を少しでも多く満たしてるやつにします。なんかねスモアの衣装はねファスナーだから上は一番上空いてるんですけど、なんかね首が詰まって見えちゃう。そうなんです。何の話してたんだっけ、何の話してたんだっけ、なんか言おうとして忘れちゃう。あーそう、生写真の話、そう生写真で
だから生写真もノースリーブの衣装とかがあるとちょっと別のあったりしませんかっていう、とウエストマークがないやつとかも、なんかウエストキュッてなってるやつありませんかね、お願いしちゃう。今日は石尾さんが似合いそうなの選んでくれるんですけど、そう、え、だからさ、あのなんだっけ、あれあれ、この前のさキャンプのさトークイベントの時、あれ私私服なんですけど、青いさあのチャムスさんのあのなんかポロシャツワンピースみたいなやつ、あれもなんかウエストマークがなくてポロシャツのワンピースだからスンっていうやつなんですよ。あれもほんとめっちゃ苦手なの。可愛いんだけどあれめっちゃ苦手だから、あのウエストマークがなくて、だから腰にシャツ巻いてた。あの腰に巻いてるシャツがないともう完全にシュッてなっちゃうから、それでシャツ巻いてウエストマークして、あとなんかもう全身真っ青みたいになっちゃうから白のシャツ巻いてた。そう、ああいうタイプのとても苦手です。あとさ、なんか最近さ腹巻きワンピ流行ってるじゃないですか。わかりますか、なんか腹巻きワンピめっちゃデザイン可愛いんですよ。なんか結構ダズリンとかスナイデル系なんですけど、花柄とかのワンピースにウエストのところだけニット素材みたいになってて、確かにウエストは細く見える。腹巻きワンピって調べたら出てくるよ。え、持ってる？そう、あれもめっちゃ可愛くてさ、一回試着したのよ、ダズリンのやつかな、試着したんだけど私はなんか胴が長く見えちゃって。そう、なんかね、あの腹巻きワンピってそのウエスト部分だけニット素材みたいになってて、ウエストは細く見える仕組みなんだけど、なぜか私が着たらウエストの部分長く見えちゃってダメだった。可愛いんだけど、可愛かったけど私には合わなかった。あ、ウェーブっぽい、あーそうなんだ、確かにウェーブって胴が短くて足めっちゃ長いんでしたっけ、そのバランス調整みたいなこと。確かにストレートは胴の方が長い。そう、あれね可愛いけど私はもう合わないって分かってからは全然挑戦できなくなっちゃって、今年の夏とかもめっちゃ可愛いの出てたけど着れなくなっちゃった。そうなの、骨格問題なのかな、あれって。そう、ハイウエストはね良い。ハイウエストは良いです、好きです。そう、ハイウエストのパンツとかスカートとかはめっちゃ好き、多分ね着る。そう、ナチュラルって何が合うんですかね、なんか自分の骨格に合う服みたいなあんま分かんないけど、なんかでもナチュラルって骨っぽいからダボっとした服がいいみたいなのよく言われてるんですけど、そうだから本当は肩出しとかあんましない方がいいらしい。じゃあ骨っぽい、あの肩幅が広くて骨っぽいからあんまり肩出しとかはガタイがよく見えすぎちゃうらしくて、あんま着ない方がいいんですけど、ね、そうなの。だけど好きだから着る。ぴったり系無理、ニットワンピとかもう終わっちゃう、私体型がもろ見えするやつ終わっちゃう。なんかね、なんかさ一時期さスナイデルでさなんかリブニットワンピみたいなのあったの分かりますか、紫っぽいやつ今日も着てる人いたけど、なんかあれ私絶対着れないって思って見てた。いやでも分かる、着たいの着るよね。そう、あとさ色もそう、パーソナルカラーとかもさ、私は多分イエベなんだけど
でも全然なんか紫っぽいのとか青っぽいの着ちゃう。なんかあのさ、この前のさアルバムリリース発表の時の着てた服、めっちゃなんか青紫みたいな、トップスもスカートもめっちゃ紫って感じのだったんですけど、絶対なんかブルベっぽい服だったけど、全然着ちゃう、イエベだけどみたいな着ちゃう着ちゃう。なんかね、でも私ね微妙なんだよね、多分春か夏なんだけど、ブルベ夏かイエベ春なの。そう、多分どっちかがセカンド。でもね、あの ZOZO のメガネでやった時はブルベ夏だったのよ。ブルベ夏がファーストで、多分ってことはイエベ、でもイエベだと思ってたの自分はずっと。だからイエベ春がセカンドか、まあでもどっちかとか。だから副担任の先生、そうそうそう、先生みたいな服だった。別にそんなつもりで着たわけではないんだけどそうだからね、そう。でもパーソナルカラーはよくわかんないけど、でも多分私は割とどっちもいける派、うん、めっちゃ青みピンクとかじゃなければいける。ブルベ冬みたいなのはさすがに着れないけど、なんかあまりにも青みピンクすぎなければ割とメイクはピンクメイクでもいけるし、オレンジメイクでもいけるみたいな感じあ、そうなの、なんかなんて言うんですか、なんて言うの、柔らかい色ってなんて言うのあ、そう、コーラル系、そうそうそう、コーラル系とかの方が私も安い。パキッとした色がダメ、深い色も含めて、深い赤とかなんかもうイエベ秋みたいな色もダメ、濃すぎてもダメだし、青み系の色すぎてもダメ、コーラル系とか、あのなんていうんですか、くすみカラーみたいな方がいける。なんて言うんだっけ、あの薄パステルパステルカラーとかの方が着れる。でもなんかね、この前あれ何の子の時、ピメナソスモアの時かな、ピメナソスモアの時になんかメイクさんと話してて、なんかパーソナルカラーもそうなんだけど、なんかなんだったっけ、キュートとかあるやつ、顔診断みたいなのをやってて、スモアとメイクさんで顔診断みたいなのやってたのよ。私なんかなんて調べたら出てくるんだろう、あれ顔診断で出てくるのかな、なんかキュートとかさあるやつ、なんて言うの、顔タイプ診断かも、これだ、顔タイプ診断で、なんか服似合う服とか、あ、そうそうそう、エレガントとかアクティブキュートとか、それ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 、そう、それをねこの前スモアでやってたのよ。そうで、私はなんかアクティブキュートか、もう一個なんかキュート2種類とかあるらしくて、ちょっとやってみよう診断。目の大きさ、顎下の長さはおでこに比べて鼻し、おでこに比べて鼻下が短い、おでこ、どっちだろう、おでこの方が長い。そうみたいなのもやってた。ちょ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 
顔診断中なんだったっけな、横の方がでかい。あなたの顔はベビーフェイスですね。ベビーフェイス。唇私めっちゃ薄い。めっちゃ広告に邪魔される。目の形あれ、え、私釣り目直線です。ベビーフェイスかける直線フレッシュ、フレッシュタイプだって。小ぶりで直線的なパーツが多く、清楚という印象を多くの人に与えます。清楚感のある若々しい雰囲気を持っています。爽やかでシンプルなカジュアルテイストが似合うため、どこかにカジュアルな要素を取り入れることで一層魅力的に輝きます。大人っぽさやエレガントっぽさが欲しい時には全身ではなく一部に取り入れることがコツだって。そう、フレッシュタイプでした。その通り、似合うテイスト、フレッシュ、カジュアル、ソフト、エレガント、清楚、ボーイッシュ。え、ボーイッシュいけんの？でも確かにナチュラルはボーイッシュっぽいの、カジュアルっぽいの似合うって言うよね。得意な色柄、パステルブルー、レモンイエロー、パステルオレンジ、白、濃い紺、ピンストライプ、マルチボーダー、ギンガムチェック。え、めっちゃ当たってない？めっちゃ当たってるんだけど。でも確かにパステルブルーいけるんだ。だからちょっとイエベっぽいけど、パステルブルーならいける。え、すごいねこれ、めっちゃ。え、ねえ、でも聞いて、これちょっと衝撃かもしれない。似合うヘアスタイル、ショートヘアや外羽ボブが得意です。だっておでこを出すことで垢抜けた印象になるので、ワンレングスや目にかかるぐらいの前髪がおすすめ。ショートバングもハマります。衝撃。それはちょっとショートの方が似合うらしい。いや絶対無理、ロングしか勝たん。いやショートは無理。これはちょっと衝撃かも。フォローしました、ありがとうございます。いやショートにはできん、それは。でも結構当たってる、ちゃんと。すごい顔診断。アクセサリーはボーイッシュな時計やシンプルな小ぶりのピアスなどが得意。すごい、めっちゃ当たってる。そう、ロングしか勝たんけど。似合うんだ、ショート。ショートしたことないからさ、人生で。髪にさ、ボリュームがないからさ、私ここに。ショートにするとさ、もう髪の毛なくなるんだよね髪の毛にね、ボリュームがあったらまたちょっと違ったかもしれないよ。顔に合うのはショートかもしれないけど、髪質には合わない髪質的にはロングじゃないと髪の毛なくなっちゃうからロングじゃないとダメなんだよ。そう、だってさ、こうなったらさ、ここがないからさ、もう何もないじゃんなんか逆に顔の方が印象強くなっちゃうね。それはロングしか勝たんけど。え、そう、あとなんかそれでスモアピメナソーの時に顔診断やってたんですけど、なんかそれと一緒に、あれなんだったっけ、数字のやつ分かりますか。なんか自分のさ、生年月日とさ、数字を足してやるやつ、なんて言うんだっけ、あれなんて言うの。なんか私は2000年11月17日生まれだから、 2+0+0+0+1+1+1+7 なんだけど、
これなんて言うんだっけ、なんかな名前あってね、数字の四柱推命なんて言うんだっけ、これわかんない、なんかそれの話もしてたの、なんか顔診断のとなんか並行してその話になって、でちょっとみんなもやってみてください、自分の生年月日を足すの。相性なのかな、ソウルナンバー、あ運命数、数秘術、運命数なのかも。運命数、生年月日を一桁ずつ足したものが運命数、一桁になるまで足し続ける。で私は 2+1+1+1+7 だから12なの。12で、そう一桁になるまで足すから私は生年月日全部足すと12なんだけど、12をまた分解して 1+2 で3になる。なんだけどなんか稀に33になる人がいるのね。あの一桁のになる前に全部足したら33になる人がいるのよ。でなんかその33の人がめっちゃなんか霊感を持ってるっていうか、そういうなんか不思議な力を持ってるって言われていて、33がでらしくて、あそう、これ稀に一桁になる前にゾロ目になる人がいて、それは素晴らしい運命の持ち主だそうですよってここに書いてあるんだけど、そうなんか33の人はそういうちょっと不思議な力を持っていてね。でなんか NGT のその講演の時とかに来てくださるトレーナーさんがいるんですけど、そのトレーナーさんがなんかちょっと霊感が強い方なんだって。そうでなんかそのなんか結構霊感が強くて感じやすいんだけど、もう感じないようにしてるんだって普段から。そうでなんかでもどっかのトイレに行った時になんかめっちゃ頭痛くなんかそういうのを普段からは感じないようにしてるけど、なんかある時にトイレのとこ行ったらめっちゃ頭痛くなって、でも別の個室行くとちょっと和らぐみたいな。そうなんか結構そういうのが見えちゃうみたいな。そうであとそのトレーナーさんだからこうメンバーとか、まあ、いろんな方のさこうボディケアをするからさ体とか触るわけじゃないですか。なんかそういうので結構気を吸い取っちゃうみたいな、そういうなんかその不思議な力を持ってるとなんか吸い取っちゃうから、そういう美容師さんとかなんかそういう人は結構なんかそういう不思議な力を持ってた時に気を吸っちゃいやすいみたいな話をしてて、なんかトレーナーさんがの生年月日が33なのね。でなんかメイクさんもNGT のメイクさんもなんかそういうちょっと感じやすい方がいらっしゃって、その方の生年月日足したら33だったの。そうえそれであとなんかメンバーではないんだけど、メンバーのなんか家族の生年月日とかもなんか やったら33で、でもなんかそのはなんか結構そういうの感じやすい方だったりしたのね。なんかそう、うちのパパではないけどそのうちの家族でちょっとそういうの感じやすい人がいるんだよねみたいな話をしてて、なんか足してみたら33で、えめっちゃ怖くない、それだけでめっちゃ信憑性あるじゃないですか。そう身の回りにいるちょっと霊感強い人の生年月日足してみたら33で、メイクさんもトレーナーさんもみたいな、えすごいよね、めっちゃ怖くない、33は不思議な力を持ってるらしくて。で私は 1+1+1+7 と2だから12なのよ。でリカさんも12だったの、ひなたさんも12だったの。
で、なんかそのピメナソスモアだったから、なんかその場にいたメンバー足してみたときに、あ、違う違う違う、リカさんも日向さんも12ではないけど、あの最後一桁になるまで足すから、そうなった時に3だったの。私は12だから 1+2 で3じゃないですか。リカさんも日向さんも3だったの確か、忘れたけど。でなんかその時そこにいたメンバーはなんか3の子が多かったから、あれなんか3とかってアイドルとか向いてるのかなみたいな話をしてたのね。そしたらなんか3はなんか芸術センスがあるみたいな書いてあって、そうだからまあ確かになんか、ま、間違ってはないのかみたいな、わかんないけどただ話をねしてたの。数比術、そうなんかね、そのメンバー、まあ、その時いたメンバーだけど3が多かったの、たまたまかもしれないけど、ね、めっちゃ見にくい、めっちゃ見にくい。なんか3は無邪気、楽しい、子供って書いてある。え、そうらしい。だからね、アイドル性あるみたいみたいな話をしてたの、その顔診断みたいなのやってた時に。え、おね、今さ私3だからさ、3調べてたのね。だからさ、楽しいことが好きな楽天家タイプみたいな、ソウルメンバー3の人あるある、尋常じゃない集中力、一つのことで頭がいっぱい、ハマると周りが見えなくなる、好き嫌いがはっきりしている、ゲーマーが多い。あれなんか全部当てはまんないんだけどあれ私本当に3だよね。一つのことで頭がいっぱいにはならないな、ハマると周りが見えなくなる、そもそもハマるものがめちゃめちゃ少ないな、好き嫌いがはっきりして、好き嫌いがはっきりしてなさすぎていつも困ってるな、ゲーマーが多い、一番違うあれおかしいな、なんかあの時見てたやつと違うな、不思議だな何を見てたんだろう。そうでもね、そう3が多かったのその時は。調べてみて。でも33が一番なんかそのゾロ目だとそういう不思議な力を持ってるんですけど、そのゾロ目の中でも特に33がなんか一番そういう強い力を持ってるらしいですよ。そうだからみんな なんだった一桁になる一歩手前は11になった。あ、だからゾロ目だからちょっとそういう不思議な力を持ってるらしい。でもそのゾロ目の中でも33が一番強いって言ってた、その時はね。面白いよね、結構みんなバラバラ、8、5、8ね、面白い。でもその33の信憑性はめっちゃあって怖かった、そこの界隈だけだけどその話してた時の。でもめっちゃ怖くない、本当にみんな33だったね、すごっってなりました。3の人は私と一緒、私と日向さんとリカさんと一緒。なんかそれをさやり始めたらさ、なんか知ってる身の回りのさ人の生年月日全部足したくならないメンバーとか全員分やりたくなるしさ、そういう話をねしてたの、この前。
気になってきちゃうよね、みんなの。なんかさ、骨格もさそうだけどさ、なんかその判断する基準っていうかさ、判断のやり方が分かってくるとさ、みんなの勝手にやりたくなっちゃうね骨格勝手に見定めんの結構失礼だけどさ、めっちゃハマっててさ、メンバーの中でなんか私なんだと思うみたいな。あと勝手になんかスタッフさんとか、あのスタッフさんはウェーブだねめっちゃやってた時あったいやそう、カイリーがね、そう、骨格めっちゃ詳しい。そう、カイリーも骨格見定めの大好きだからでもやりたくなっちゃう気持ちめっちゃ分かる。私はあんま骨格詳しくないから人の診断はできないけど、自分がドナチュラルなのことは分かる。でもやっぱ自分の好きなさ服とかさメイクするのが一番だよね。でも自分がさその服をさ似合うか似合わないかって自分が一番分かってるじゃん。なんかだから私も骨格診断的に言ったら別に似合う服じゃないかもしれないけど、なんか私は腕が出なきゃ別にいいし、ウエストがマークされてれば別にいいしみたいな思っちゃう。結局はそうだよね。私は割と女の子っぽい、そういうなんだろう、スナイデルみたいななんかちょっと大人の女の子みたいなのも着るし、なんか全然カジュアルっぽい、なんかボーイッシュなんていうの、ダボっとした系も全然好きだから着るし、なんか服の好きな系統みたいなのあんまなくて、最近はそういうスナイデルとかは好きだけど、でも全然なんだろう、ダボってしたのも着るし、あのちょっと可愛すぎるのは年齢的にきつくなってきたけどきつくなってきたけど、なんで肩出すの、なんで腕出すの、あ、ね、肩が出したくないの。その肩幅が広いから、なんていうの、あの肩出しのニットとかだったらいいんだけど、ノースリーブとかってなると肩幅がねめっちゃ主張激しくなるの、だから着れない。肩幅ナチュラルの人広いから、そう、二の腕が太いのが嫌とかでもなく、私はね割と肩幅が気になるからノースリーブは着れない。だから本当は肩幅気になる人はここのなんかパフスリーブとかあのフリルとかは逆にもっと肩幅広く見えるから良くないんだけど、それは許容しちゃう好きだからそういう服が結局は自分が一番好きな服を着るし、わがままそう、オフショルもが骨格的には多分あんま着ない方がいいんだと思う。オフショルよりかはなんか肩出しみたいなのがいい。オフショルだともうこっから全部出ちゃうじゃん。私なんか首がさめっちゃ張っててさ、ここなんかハンガーみたいなんですよ。こう肩のここの盛り上がりがすごくて、なんかオフショルとか着ちゃうとここが全部見えちゃうから、それよりかはここはちゃんとなんか服で覆われてるけど肩は出てるみたいなデザインの方が着やすい。だから難しいよね服ね。でも自分が好きなの着るのが一番だなって思う。そうだから全然多分骨格的な服の参考にはならんよなんかナチュラルの人の服装みたいな全然できないし、パーソナルカラー的にも全然青いの好きだから着ちゃうもんみたいな感じだからあんま役には立たないけど、でもすごいインスタとかね質問箱とかするとね、服好きだから真似していいですかとかさ、すごい送ってきてくれる人もいるから、それはとてもありがたいな。なんか
もっと私服の投稿を多くしてくださいみたいな。そんな多分参考にはなりませんけどね、ありがとうございますって感じの思ってる。あざとニット、あれ生写真、昨日までのやつ、あれもさ、私何着てたっけ、私あの肩はギリギリ大丈夫多分ね。何だとダメだったか、リカさんが着てるやつは私は着れない。はじめまして、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。昨日までのあざとニットのやつは、つぐみさんのトップスめっちゃ好きこれめっちゃ私服で持ってるのに似てるし、これ好き。でも首がちょっと詰まってるのが気になるけど、こんぐらいだったらいける。あとこのスカートあれだよ、私と愛ちゃんのお揃いのワンピースのスカート、これ繋いでる、つぐみさんのやつ、あの愛ちゃんが着てたやつのスカート。そう、あれね、ワンピースとスカートがあって、これはスカートのやつ。レーニアさんも同じスカート履いてる、これかわいいよね。私と愛ちゃんはワンピースだけど、あ、レーニアさんが着てるやつは私絶対ダメ、これはダメです。これはさ、なんか襟がここにあってさ、ここが開くタイプ、ここが開いてほしいのね。なんかここ首が詰まってて、ここが開くのは、私ここめっちゃ骨っぽいのよ、今でも分かるけど、肋骨がめっちゃ出てて、ここに、そう、だからここが出たらもうもろ骨しか見えない骨の窓みたいなこれは絶対に着れないです。私これ着たら残念になっちゃう、着れないね。これさ、マリナさんとさ、みはるさんの着てたやつ、私絶対無理。ワンピース、このタイプのワンピースが一番無理このあの体のラインがしっかり見える、このニットワンピみたいなやつ絶対着れない。何ですか、ウエストラインと腰回りのラインがしっかり、あ、日向さんが着てるやつ、もう絶対ダメ、もうこれは一番私が着ちゃダメなやつ。なんか日向さんは似合うからいいの、でも私はこれ着たら終わっちゃう。首は詰まってるわ、ボディーラインは全部見えるわ、もうあの骨格大脂肪する骨格大脂肪服なんですよこれはね。私は着れない、日向さんだから可愛い、これは いかんやつです。ななこさんが着てるやつ、誰か着てた他に、なんかこれめっちゃ面白い、ピンクの、これななこさんしか着てない気がする。あー、かほも着てた、これ面白いね。これもちょっと首詰まり系だから私は苦手だけど、そうだからそう思ったら今回私が着たやつはまだ良かった方、私的には。だけど本当はナチュラルの人は、ま、肩出すの良くないらしい、ほなんか肩幅広く見えちゃうらしいけど、なんか私あのニットワンピとかよりかは全然こっちの方が良かった。と思う。サーヤとかが着てるやつも可愛いけど、これは二の腕が細く見えそう、これめっちゃいい。でも私はなんだかんだで私が着たやつが一番いい気がする。それかさやが着てるやつか、さやとかななみが着てるやつが良かったかも。なんかね、肩は肩幅が広くて、あとちょっと厚いんだよね、私肩の幅が、こっちの肩幅じゃなくて、この肩の何奥行き、肩分厚いからちょっと、ね、肩だけ出すと
下体よく見えるんだよね。華奢じゃない、肩周りがあんまり。そう、でもこの中だったら良い方だったと思う。そう、なんか生写真ね、難しいよね。衣装さんが基本似合うやつ選んでくれるけど。え、そう、あのさ、一個前のさ、なんか花冠のやつあったじゃないですか。このワンピース私最高私このワンピース最高です。もう私の理想が全て叶ってる。首元がなんか開きすぎてはないけど、なんかいい感じで開いてて、ウエスト、なんか最初ね、もっとダボっとした白ワンピだったのなんだけど、ウエスト切り替えがあるやつに変えてくださいってお願いしたら、めっちゃ理想のだった。肩がパフスリーブで首周りが開いてて、ウエスト、なんか素材が違うの。ウエスト胸下ぐらいまでがなんかニット素材で、下が普通のフレアなスカートみたいな。めっちゃ理想だったこれ。だからこの生写真はめっちゃ気に入ってる。そう、いっぱいあるよね。だからさ、生写真の時結構パンツスタイルとかロングスカートを入って渡されることが多いんですけど、フォローしました、ありがとうございます。そうなの。でもその中でもこの白ワンピはめっちゃ理想系の形だった。そう、ちょっとでもね、これからツーショット撮影会とかもまたあるから、可愛いお洋服を探しておきます。自分の理想系の自分の理想系の可愛いお洋服を探しておきます。夏服ね、この時期めっちゃ服難しいからな。でも今日はカーディガンを買ったから多分大丈夫、最強ちょっとじゃあそろそろメールを書く時間がなくなってくるので終わりにしようかな。めっちゃ自分の理想の服の話と骨格の話しちゃったみんなが好きそうなやつあるよって言ってたのはアザトニットかな。うん、それもそうだけど、まだあると思う。まだある。え、今の今日の私の配信の話を聞いてくれたら、あの私がみんなのためにみんなのために体を張ったは言い過ぎだけど、あの私の自分の理想よりも優先させたものがある。生写真がある。うん、から待っててほしい。多分ずいぶん先だけどまだ結構あるよ。だって今生写真 1,2,3,4 つ出たかな。5,6,7,8,9,10 あと、ん？あと何個あるんだ？ 1,2,3,4,5,6 あと6個あるから、別の生写真まだあとさ、その前回の生写真撮影の時に撮った生写真でまだ出てないの6個もあるから、まだ先だと思うけど、私のその腕を出さないウエストマーク、首周り、あとロングスカートみたいな、今までの私の全ての理想をよりもみんなの理想の方を優先させた生写真、みんなが好きそうな生写真があるかに。だからまだもうちょい多分先だと思うけど、まだあります。待っててね。そう、え、でもなんかその自分の理想とはちょっと離れちゃうのね。だからだけどの割には結構大丈夫だったっていう生写真がある。何のヒントにもならないけどはね、あったのよ。そう、自分の理想よりはちょっと離れちゃうんだけど、でもそんなに自己すぎてない
まあまあ事故だけど事故だけどもまだ全然いい方みたいなのは自信がある。ただ完成形はさ自分でも見てないから分かんないけどさ、待っててください。多分随分先ですが、はい、というわけでじゃあそろそろ終わりにしますね。メールを書くので。あ、でもね、その今回の生写真、その今全部で10着着てて、そのうちの今4しか出てないの。うさぎとニットと白ワンピと、なんか私が長いパンツ履いてたやつのあの4つしか出てないんだけど、その10着着たその撮影の時は割と漏れてた。だからその期間の生写真は割と全部漏れてるんだけど、そう、わかる。めっちゃ取りだめるからさ。そうなんだよね。だから随分先だと思うけど、でもこの期間の生写は割と全部漏れてるので楽しみにしててください。その前にでもあれかな、セルフプロデュースが出るかな、次。今月だと今週、来週か、来週は多分セルフプロデュースが出ると思うんですけど、はい。モノもらいの生写真はもうずっと前、もう特に終わりました。いつが最後だか忘れたけどです。まあでも MV が次のアルバムの MV はモノもらいですけどね、生写真のモノもらいはもう終わりましたはい、お待ちくださいランキングを読みます。13位グリキントン中間さん、ありがとうございます。12位マキアトさん、ありがとうございます。11位ラーマさん、ありがとうございます。10位ヨシーさん、ありがとうございます。9位島風さん、ありがとうございます。8位タカさん、ありがとうございます。7位サバサンドさん、ありがとうございます。6位マーチンさん、ありがとうございます。5位ナオヤさん、ありがとうございます。4位ホシーさん、ありがとうございます。3位トシーさん、ありがとうございます。2位トシさん、ありがとうございます。で1位コアガムダさん、ありがとうございます。それではありがとうございました。バイバーイ。